クイズ伊勢いきましょう。しゃー、伊勢伊勢。この番組はカラフルピーチが全力を尽くし全財産を投入して作られた企画でございます。お土の机が安っ、5円や、お金な、全財産少な。はい、というわけで今回やるんでね、クイズ伊勢いきましょう。知ってますか？はい、ボードゲームですか？あ、そうなんですね、ボードゲームがあるんですよ。ちょっと待ってくれ、見た目もこれで中身もパクリかよ。違います、本当なんです。クイズ伊勢いきましょうっていう、まあ、ボードゲームがあるんですけど、それどういうボードゲームかと言いますか、はい、まあ、みんなが思ってることのちょうど中間、うん、まあ、平均をドンピシャでボンって言えた人に、まあ、ポイントが入るみたいな、はいはいはい、ゲーム性になってるんです。まあ、その企画を完全にパクりまして。おい、パクリったぞ今。おい、パクリです。パクリじゃん、完全にパクリ。完全にパクリね。うんうん、寸分の狂いもなく全面に出しても、隠すんよパクリだったら。はいはいはい、完全なパクリだから。あれやって楽しいからね。楽しいんですよこれ、実際にカラピチでやっても大盛り上がりだったんでね。今回マイクラでいい線いけるのは誰かということでやっていきましょう。はい、例えば1日に売れてるコーラの量とか何本ですかという問題があって、まあ、何本何本何本って答えて、まあ、ど真ん中だったら正解ポイントみたいな感じのゲームなんですけど、うん、ちょうど今7人いるので、まあ、4番目だった人が、まあ、正解っていう感じですね。1位だったらダメだもんな。ダメです。そうですね、だから1位とビリは空気は読めてないっていうことなんですよ。何も分かってない、常識を。はい、なので罰ゲームがあります。え、聞いてません。僕も聞いてません。聞いてません。罰ゲームがあります。 A4 の紙とかに空気とめちゃめちゃ書いてもらいます感じで。うわぁきつい。や、最悪、俺漢字ノートが一番嫌いやったんよ宿題で。空気読めないっていうことで、まず書きで練習してもらって。で、酒井さん読む。あ、空気読めないってそういうことか。というわけでクイズ伊勢いきましょう。やっていきます。やっていきましょう。やっていきます。じゃあ最初のお題、これ大事ですよお題、うん、はい、じゃあ10分間で手に入れる鉄の数やっていきましょうか。はい、はい、なるほど、はいはい、10分間、一般的に10分で集められる平均の鉄の数を持ってきてほしい。だから本当に初心者から上級者までやるって考えて、その平均ど真ん中と、そう、ど真ん中、そういうことかを考えていただきます。はい、なるほど、なるほど。10分って結構短いからね、ちなみに。オッケーオッケー、うん、じゃあ10分いきます。はい、はい、よーい、スタートー。よーし、スタートー。さあ、まあでもこれね、一個攻略法的なのを見つけましたよ。何何、まず0個やったらまず話にならんと。だから多めにとってそっから捨てる。あ、まあ、とりあえず取りに行くってことね。あ、そうね、なるほどね。まずないと話になりませんから。でも何個取るか決めたよ俺は。もう俺も何個取るか決めた。俺も大体は決めた、うん、僕も決めたね。あ、俺も出るんだね。どういうこと？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 じゃあジャーパが司会じゃなくて。そう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 。あ、そういうこと。そうそう、司会、あ、司会も出るんやね。あ、司会も出ますか。あ、そういうことね。僕がやりたくて始めたのでこの企画。俺ら巻き込まれたってこと？一人じゃできないからね。お前一人でやっとけよ。あ、ちなみにもう俺鉄見つけました。え、早っ。え、てかこれさ、1個聞いていい？これ焼いた状態？まあ焼かなくていいです今回は。あー、なるほど、オッケー。原石、原石で OK です。まあ、これ見つかんない。これ結構10分って難しいと思うんだよね、俺。まあ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 。やばい、0個だったらどうしよう。0個は嫌だ、0個は嫌だ。もう言い方がスリザリン。待って、やばい、鉄がね。え、めっちゃ鉄あるんやけど。勝った。はい、鉄10個いった。早っ。待って、それ言ってくスタイル？うん、言ってく。これ嘘ついてるかもしれんぞ。でも確かに、たっつんはこういう時嘘つきます。いやいやいや、最初やから嘘ついてない、マジで。最初やから、最初だから嘘つくんだよ。あ、あとで嘘つくのバレたやん。
いやこれも作戦だ、これも作戦。いやいや今嘘っぽいな今。信用消えたな。よーし、鉄22個。うん。嘘だ。絶対嘘。ね、絶対嘘。嘘だな。22個。だって俺ゼロだもん今。ゼロ？いやいやゼロ。もう。勝ってる。ゼロはないだろ。ゼロはないだ。ゼロはやばいよね。えみんな何個くらい持ってんの今？ゼロ。え、五個。ゼロかな。三個とかかな。怖っ、何、どうしよう。いいのか。俺、いや、あの、ガチで30個ある、ほんまに。え、ガチで30個ガチで30個ある。めっちゃ取ったな、それは。ん、終了。おお、じゃあ、行きますよ、個数発表しましょうか。はい、じゃあ、行きます。はい、せーの、ポン。はい、おっ取れ、嘘、思った。俺も5ぐらいいるんやろなと思ったよね。思ったより見つかりましたね。みんなそうなんだよね。なるほどね。なるほど。やっぱウリリアンちょっと多かったね。そう。頭抜けて多いもんだって。そう。騙された30個に。ハッピチ。じゃあ続きましてですね。はいはい。あ、ITM このままでいく。このままでいきます。はい。オッケー。はい。はい、皆さん、今配られましたか？はい、ドロップ導火10の鉄の剣です。はい、次はですね、ちょっと難しくなりますよ。まあ皆さん結構やっぱマインクラフトサバイバルやってる人がね、いっぱいいると思うんですけども、うん、サバイバル始めて1ヶ月後、まあ大体リアルタイムです、リアルの1ヶ月、ね、はい、うん、のチェストに入ってるゾンビ肉の個数。うわー、え、1ヶ月後1ヶ月後1ヶ月後毎日やってってこと？一応それは分からない。それはもうはてない。平均ってことね。平均です。1ヶ月サバイバル始めて週1かもしれないし、まあそれは1週間の人もいると思うし、うん、毎日やる人もいるだろうし、うんうん、というわけで、そうです、同じ制限時間10分でやります、はいはい、これはちょっと上も下も分からんな。さあ難しいよ。なるほど、なるほど。うおぼ、1体倒すだけ10個くらい落ちる。マジでマジで。やば。え、でも大体俺の中では決まったかな、数は。いや俺も決まった。マジで早くね、決めれるもんなん、ね、そんな即決で。いや、まあもうこれはもう自分のなんかあれで、自分がそうだったからで行くわ、うん、もう。なるほど、わかんないから。まあ俺だったらこうするかなみたいなのがあるよ。あんま取っとかないもんね。そうなんだ、ね、そうなんよ、そこだよね。あっても意味ないと思うんだよな。でもチェストに入ってるんよね。入ってる。いや入ってるよね、ゴミとして。そうだね、うん、そうなんよ。それを含めてやんね、ちゃんとアイテムの保管としてじゃなくてゴミ箱に入ってるやつもな。そうそうそう、一応チェストに入ってる。整理するとき捨てるけど、なんか残ってるわみたいな。残ってる。 その個数ってことだよな。はいはい、あ、でももう大体決めたかも。まあでも取引でも使ったりはするよね、これ、うん、え、使っ、俺は、うん、俺は残してるだから。使う人もいるのか。そうそうそう、か上級者はめっちゃ残すんか、うん、人によっては。初心者って意外とゾンビ肉食うんか。あ、どうなんだろうね。初めて1ヶ月でしょ、マインクラフト。1ヶ月はちょっと上手くなるか。うん、え、1ヶ月も経ってたらもうだいぶ畑とかできてんじゃない。うわ、むずいむずい。うわー、むずくない、これ1ヶ月でしょ。うん、僕取っとかないからな。え、みんなゾンビ肉さ、食料にするタイプ？それだけ聞きたい。食料にしない。いや、あったら食う。あったら食べる。俺絶対食わない。うん、俺も食わへんな。俺食っちゃうな。スロットにあったら食うよね。うん、うん、じゃあ結構食わない人のが多いんか。うん、戦闘とかはね、あんまり得意じゃないよね、まだ1ヶ月って。うん、初めて。スポナートラップも1ヶ月じゃないか。ないでしょ。
お、その死に方あるえ、ガチであんねや。 YouTube ショートでしか見たことないその死に方どうなったの。いや、普通に落ちた。なるほどね。刺さりに行った方か、自分が、うん、あー、上から落ちてきたのかと思った。違う違うノアさん、死ぬ時なんかパギオ出えへん。パギオ出るね。だいぶパギオ。ピッパピッパピッパ。なんか宇宙と交信しだすよ。助け求めてんのかな。死ぬ前に情報を発信してんだ。あ、そうですか。ダイイングメッセージ。ならないみんな。ノンノンノン。なんでだろうね。おかしいね。でも俺宇宙と友達いないからさ。あ、そっか、うん、わかんないわ、ちょっと。あ、そうなの。あーん。あれ今の何今の同じあれじゃない。返事返ってきた、もしかして仲間いたな今の。動物動物に。さあ、あと20秒です。それも大丈夫、決まりました。大丈夫大丈夫。うわ、怖え、マジわかんない、これ。鉄はちょっと大体想像ついたんだけど、うん、え、でも、あれだよね、ロックスタックをやっぱみんな持っていくよね。ちょっと、いや、わかるわかる、混乱させないで混乱させないで。なあ、ロックスタックそんな少ないわけないやん。終了じゃあ、発表していきましょうか。いやこれ怖い。いや怖い、ちょっと待って、これちょっとやばいかも、ちょっと不安になってきた今さら。不安になるこれ。いや怖いね。じゃあ発表でいきますよ。はいはい。1ヶ月のサバイバルで集めるゾンビ肉の数は、せーの、ボン。はい。お、え、そんな少ない。ちょっと売り、え、嘘。これは真ん中誰だ。ジャンパじゃないこれ。本当だ。うわー、やったー。うわー、近かったんだけどな。やっぱこれガチだわ、ノマさん。これあれ、空気読める2人じゃないですかこれ。ウリさんやばいもん。やばい。これまたウリとも吹くんじゃん。てか、うん、あ、確かに。発覚、これ。もしかして、なんか見えてきたぞ。見えてきた。まあ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 、216めっちゃ多くない。君ら怠惰すぎ。え、だってインベントリーパンパンだったらしてるくない。え、だって普通にチェストとかに入れたらこれくらいになるでしょ。ま、俺らはね、俺も多分そんぐらいになると思うけど、いや、前からやってる方じゃん、俺たちって、うんうん、だからちょっと少ないかなって思った。そう、だいぶ減らした俺も。僕は基本的に1チェストに、まあ、大体ゾンビ肉16個ぐらい。わかる。いや、わかるわかる。そんぐらいかなと思ってて、入ってないチェストもあるから、まあ、大体80個ぐらいあればいいかなみたいな。そうで、そう、俺もそんぐらいだと思った。90か、まあ80ぐらいかなと思ってたのに、直切さんが、うわ、俺足りないかもって言い出したせいで、俺は110なの。あれ完全やってるよな。惑わされたんだ。ということで、ウリーと目撃2枚になりました、罰ゲーム。だるいなじゃあ次はまあ最後です。お、はい、ほい。まあ、最後ね、ここから逆転ができないと思うので、真ん中に近い人は1ポイントで、ど真ん中がドンピシャだと2ポイント、最初の問題差し上げます、はい、おポイントが倍になるってことですね。そうですね、罰ゲームも倍です。あー、なるほど。ちょっと待て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 、いいですね、いいですね。発射すぎだろ。待って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 、ちょっと頑張るぞマジで。ガラピチ。さあ皆さん、広大な土地にやってきました。はい、はい、最終問題はですね、ピラミッドを作るに必要な砂の数。うわ、はい、を皆さんで、制限時間は40分です。40分。40分。長くね、長すぎだろ。ね、頭おかしくなっちゃう、40分も砂取ってたら。というわけで最終問題、ピラミッドを作るのに必要な砂の数、はい、制限時間40分でやっていきましょう、はい、よーい、スタート。よー、ドラララララララ。うわ、待って待って、わ、気持ちいい。こんなん一瞬だな、これ楽しいの最初だけなんだろうな。40分もやるのか。それはそうなんだ。これ40分やるって考えたら苦痛なのかもしれない。何個なんだろうな、みんな。
何個いるんだろう。わかんない、待って、一瞬で集まるよね、うん、え、40分もいる？40分いらんくない？いらん、まあまあ長くすることによってわかんなくなるから、ラインが。確かに、でも相当ピラミッドってやっぱでかいよね。うん、どの規模感にもよるよ。だからまあ40分あるから、マイクラピラミッドはそんなんかすすぎるから、うん、もっとそんなんもっとやるね、もちろん、はいはいはい、でも意外とマイクラのピラミッドすらさ使うよね。あれか、これって差が2社の中が4倍もしかして、砂で言うと。まあそれは人によるんじゃないか。砂岩で作る人もいれば砂で作る人もいる。そうだね。ってことはない、最大4倍の差が開くってこと。だピラミッドって本来さ中スカスカじゃないわけじゃん。ぎっしりやん。いや、どうするんだろう、みんなは。そこよね。そこみんなどう考えるってとこではあるよね。外装だけでいい派の人と内装まできっちりしたい派がいるもんね。うん、うん、お、ピラミッドあった。ん、ピラミッドあった。うわ、ずるい、それ解体したら何個か分かるやん。解体してる間にあれ、なんかちょっと足りなくねってなりそう。え、でもその規模でいいかってことよ。え、ちっちゃい、マイクラのピラミッドってそんなちっちゃい、会えないよな。ピラミッド作るぞって言ってる頃ってさ、相当資材とかもいっぱいあって。いや、そうだよね、最初から作んないからそんなしょぼいの作る気しないよね。なんかエリトラとか使ってさ、ね、やってそうじゃない。あー、わかるわかるわかる。ってことは、マップが初心者が作ろうってならないから、初心者は、うん、排除される、排除される、うん、だからピラミッド作るとしたら何個必要かって話だもんね。うん、うん、やば、敵が来た。俺どうせ作るんだったら、俺だったらめっちゃ大きく作るな、マップ。俺もめっちゃでかく作る。大きいのつくんだろうな。ちょっとなんか入れてくるね、カマ入れてくるね。怖い、怖いよね、なんかそういういろいろ言うからさ、君。君。ピラミッドの実寸大ってどのぐらいの大きさなんだろうね。何かけ何ぐらいなんだろうね。実寸大。実寸サイズで作りたいよね。やばいやばいやばい。やばくないか、実寸大は。恐ろしいこと言ってる。そうなん、ピラミッドってそんなでかいの。いや、小さいみたいな。そんな、そんな大したことない。うん、あ、今調べたんだけどさ、底辺の長さが最大のもので230m だって。だから230個やん。やば、 230×230 でしょ。一番その段だけで、まあ4万ブロックですよ。やば。なるほどね。まあそこが基準だよな。いやいや、やめろ。マニアワンって時間が足りん。想像より全然砂集まらへんねんけど。いや、わかる。俺も集まってないです。いや、一緒一緒。俺も俺も。野さん綺麗にやってるよね。野さんめっちゃ綺麗にやってた。俺も行き当たりばったり適当に歩きながら進んでるわ。性格出るね。二人とも A 型やのに。あれ嘘やんな。 A 型が几帳面とかさ。うん、絶対嘘。嘘嘘。でも B 型が自己中ほんまやと思うで。なんでそこだけほんまやと思う。 B 型が言ってるから間違いない。俺とエイトさんが自己中やから。あとヤン君も。俺が自己中だから B 型自己中って考え方が自己中っぽいな。いや、自己中やろ。やな、黙れよ。俺は自己中じゃねえ。ドラゲン終了です。はい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 。いや、大変だったね。大変だった。大変だった。思ったより集まんなかったんで、結局ね1時間やりました。あー、疲れた。疲れたよ。もう後ろ見たら分かると思うけど、すごいよね。めっちゃ頑張った。結構やばいよ。つるっぱぎやもん、俺ここ前ね。これから結果発表、はい、していきましょうか。はいはいはい、よし。これ別にね、一番集めたやつが勝ちっていうわけではない。あ、そうじゃない、そうじゃない。多分皆さんいっぱい集めてそこから減らしたりもあると思うんで、ピラミッドを作るとしたら必要な砂の数ということで、わかりました。はい、はい、じゃあ運命の結果発表いくよ。真ん中の人が2ポイントで、それに近い人、はい、2番目に近い人は1ポイントね、はい、1位とビリは罰ゲーム2枚ということで。はいはい、はい、うわ、怖っ。マジで想像つかない。いや、これが中央なのかすら分かんない。そう、数字が大きくなってんだよ。中央だ。確かに。
じゃあ最後の結果発表いきますよ。はい、せーの、ポン。はい、はい、お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 、これめっちゃよくない？これはどうだ、うわ、ピリだ。あ、これは俺じゃないか。かも、ジャオパ、シャーン、ジャッピラ、うわー、やったー、ど真ん中。ここで直樹さんがぶちかましていく。何何と一番下はノアさんかな、これは。ノアさんと1直樹ですね、ここで。はい、ここに来て、もっくんはギリギリ回避してますね。ウリリもギリギリ、ウリリもギリギリ、ギリギリ、危ねえ。やっちまったー。これ誰だっけ、ないの、誰だっけ、ない、タッツン、俺ない、タッツンと俺、ヤンくんもない、あ、ヤンくんもないのか。おお、俺とジョーバとヤンくん罰ゲームなし。よっしゃ、それ以外全員に A4 2枚びっしり、2枚全員やんな、そう、空気やば。ツイッターに載せればいいですか。そうだね、ツイッターに載せてください。はい、はい、というわけでクイズいい線いきましょう。以上になります。はい、はい、はい、疲れました。そうだね、最後かね、最後の問題。でめっちゃ面白いね、やっぱり。面白い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 、このゲーム感覚をね、やっぱ知れるというか、うん、そうね、おもろかったね。お兄ちゃん集まった時はみんなもやってみたらどうでしょうか、これ。ぜひね、マイクラで今回やったんですけど、元ネタのボードね、ゲームはどこでもできるんで、うん、なんかお泊まりとか行った時とかね、みんなで楽しめる、うん、楽しいんでね。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしくチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではバイバーイ、バイバーイ。